動画ご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人が密かに決意しようとしていることはというテーマで、お相手の方があなた様との関係やあなた様のために密かに決意しようとしていることは何なのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね、皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらの牛飼い座というカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのですね、子馬座というねカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのですね、ワシ座というねカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのですね、牛飼い座というカード、もしくはですね A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。はい、今回のテーマですが、あの人が密かに決意しようとしていることはというテーマで、お相手の方がですね、まあ、あなた様やあなた様との関係のためにですね、決意しようとしていることは何なのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方は今ね、お二人の相性をどういうふうにね見ていらっしゃるのかということと、お相手の方が密かにあなた様に対して決意しようとしていることは何か、そしてあなた様に対する本音も見ていきながら、今後お二人の関係はどうなっていきそうかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお二人の相性をお相手の方はどう感じているのか、そしてお相手の方が密かにですね決意しようとしていることは何か、そして、お相手の方のあなた様に対する本音本心ですねっていうところを見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方はあなた様との相性をですね、どういうふうに感じていらっしゃるのか、お相手の方が決意しようとしていること、あなた様に対する本音本心を表すカードになります。はい、ではですね、見ていくと、はい、では見ていくと、なんか直感的にいいですね、あなた様との相性というのを感じていらっしゃる。例えば、性格が合うからとか、考え方が似ているからとか、なんかこう言葉で定義して、まあ、言葉に定義できる部分ではないところに、なんかこう相性の良さみたいなのを感じていらっしゃるっていうのがまず出ているんですね。それがまあインスピレーションというカードになっているんですけれども、そこをなんか感じていらっしゃるんですが、どこがこうまだね、決心がつかないっていうカードも出ていますから、相性はいいんだけれども、なんかこう例えば二人の関係をね、こう進める決心とか決断っていうところが、ちょっとまだね、タイミングを伺っているっていうのがここに出ていますから、ゆくゆくはしていこうと思っているんだけれども、ちょっとまだ様子を見たいっていうことと、決意してしようとしていることに関しては始まりのカードが出ていますから、新しい関係を始めるということを、決意したいようです。で、本音本心のところには、これも後ほどまた見ていきますが、ベアリングフルートっていうのは、これ努力の結実っていうことですから、今までの時間をちゃんとこう実らせていくっていうことですね。まあ時間だけではないと思います。努力であったりですね、いろんなものがあったかと思うんですが、その積み上げてきたものをこうね、実らせていきたいっていうことを本音本心としても思っていらっしゃるので、なんて言うんでしょうかね、ここでなんかこう中途半端に終わらせてみたいなことは考えていないんじゃないかなと思うんですが、ちょっとね、このあたり見ていきたいと思います。はい。ではまず上のカードで、お相手の方ですね。あなた様との相性はどう思っているのかっていうと、まあこれいいか悪いかで言うと、いいと感じてはいらっしゃるようです。で、まずこちらのカードから見ていくんですが、インスピレーションっていうカードです。まあそのままですね、まあインスピレーション、まああとは直感とかもね、表したりもしますけれども、まあインスピレーションでね、まああなた様との、相性の良さを感じていらっしゃるというか、まあ先ほどもお伝えした通り、なんかこう言葉にね、できるというか、言葉で定義できるところに相性の良さを感じているんじゃなくて、なんかこう、なんとなくなんか一緒にいて落ち着くしとかですね、なんかすごくこう癒されるしとかですね、なんかこう言葉にしにくい、ところになんかこう相性の良さを感じていらっしゃるので、だから逆にそれを言葉で定義してよっていうふうに求めるのは、ちょっとお相手の方にとっては苦しいかもしれません。だってなんかこう直感的にすごく感じるんだもん、みたいなところがあるので、まあそんなね、言葉で求めるってことはまあされていないかったとしても、なんかね、それじゃ性格とかね、考え方とか社会的地位がとかね、なんかそういうところじゃなくて、なんかちょっとこう言葉に定義しづらいところに相性の良さとか居心地の良さとかですね、なんかこう落ち着くなっていうところであったりだとかね、波長が合うなとかですね、そういう部分をこう感じ取ってはくれているようです。だからこそだと思うんですが、ここのカードですね、見ていきますと、ワールド、世界というカードも出ております。まあ、世界というのは、理想の世界をこう作り上げるっていうことを表すカードの通り、夢や理想の実現っていうことであったり、目標、願望成就とかですね、目標の達成とかですね、何かを完成させる、完結させる。まあ、完成、完結っていうのは、最後までやり通すということですね。ですから、まあ、やっぱり、なんでしょうかね、こう、あなた様とですね、相性の良さを感じているからこそ、最後までこうやり通してですね、何か一つのものを作り上げたいと。それが理想の世界なのか、理想の関係なのか、理想のパートナーシップなのか、理想の家庭なのか、ね、いろいろこの理想の何々っていうのは違ったとしても、あなた様とこう一緒にその理想の何かを作り上げたいというふうに思っている。それはやっぱり相性がいいからこそ、これからも一緒に居続けてそれを作り上げていきたい。相性の悪い人と理想の何かを作りたいかってあんまり思わないと思うんですね。例えば家庭にしても、この人嫌だなーって思っている人と家庭を築きたいかっていうことです。
そうはあんまりならないと思いますから、うん、やっぱり何かこう理想をあなた様と築き上げたいっていうことは相性の良さをやっぱこれも感じてはくれているっていうことなんですけれども、こちらですね、ソードの6っていうカードは唯一ちょっと逆位置で出ていました。このカードはですね、もともと正位置になりますと、方向転換、路線変更、進路変更ということで、例えばまあ自分のこの行きたい方向にバチッとね、こう決断をして進路を変えるみたいなですね、進路を変えるという決断をこうバチッとこうできるみたいなカードになるんですが、逆位置になるとなかなかこう進みたい方向は定まっていても、なんかそっちにまだね進路を切り替えられないっていうことから、まだ決心がつかないっていうことを表すカードになっているんですが、これは何かこう怯えているというかは、本当は進路変更したいんだけれども、まだ進路変更させてもらえない状況にあると、うん、というのはこのカードの逆位置の中に難解な問題っていうことを表すカードで、なかなかこう簡単にはですね解決できない問題をまだ抱えているから、本当はね、例えばあなた様の方向に進路を変えたくてもまだ変えることができないでいる、うん、まあそういったカードが出ているので、相性の良さっていうのはね、すごく感じているし、まああなた様とはね、関係を進めていきたいんだけども、まだこう実際に進めるっていうことができない何かを抱えている、それが難しい難解な問題ですね、うん、そのせいでまだ決心はできるような状況ではないけれども、うん、後ほどもまた見ていきますが、努力を実らせていきたいっていうふうには思っていらっしゃるようなので、うん、相性の良さだけでなく、まあこれからもね、まあ一緒にいたいというような、あ、お気持ちをですね、持っていらっしゃるというのが出ております。うん。で、決意しようとしていることなんですが、まあ、決意に関してはこの2つになるのかなと思うので、じゃあまずこちらからちょっとお伝えしていくと、うん、このカードですね、ペンタクルのエースっていうカードになります。まあ、ペンタクルというのはこのお金のようなマークが描かれているっていうことで、まあ、お金そのもの、経済面とかですね、お仕事、キャリアとかをね、表したりだとか、あとは成果物ですね、何か結果とか実績とか成果とか報酬とかですね、まあ、評価とかですね、そういったものを表すんですが、エースというのは数字の1になりますから、まあ、一つ目のこの成果ということで、まあ、最初の成果を得られたっていうことから、まあ、恵まれたスタートっていうことであったりだとか、うん、新しい始まりっていうことを表したり、まあ、あとは経済的な安定性をつかむっていうことも表すんですが、まあ、お相手の方としてはですね、まあ、あなた様とは理想のね、世界を作り上げていきたい、まあ、理想の〇〇っていうことをお伝えしたかと思うんですが、それを実際にね、こう作り始めるというか、理想にね、近づき始めるっていうのは、経済的な部分での何かこう最初の成果を得た時とか、なんか安定した生活っていうのを手にした時に、実際にね、あなた様との関係を進めていこうというふうに思っていらっしゃるようです。うん。ですから、まずは経済的な部分での安定とか成果が手に入ってから恋愛を始動させていく。これが逆になったり、恋愛を先に始動させて、経済面での安定を目指す。では、これはされないと思います。なぜならば、それだったらどっちもが、叶わなくなるから。うん。だから、まずは恋愛というのは、まあ、先にね、動かしたい気持ちがあったとしても、ちょっとこう、ね、まずは経済面での安定とか成果を得るってことを先に達成してから、恋愛を動かしていく。うん。この順番で、進めていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。うん。じゃないと、ずっと、ね、経済面の成果とか、安定した生活とか得られないと、恋愛においても決心ができないという状況が続くだけだから。うん。だからその順番は入れ替えないということですね。で、実際にそれが手に入ったらですね、うん、こちらのカードなんですが、戦車っていうカードが正位置です。うん、戦車というのはこう戦いの時に乗り物ですから、まあ勝負を仕掛けるっていうことを表すカードになります。うん、あとは全身全霊を捧げるっていう意味もあるし、まあ大胆に進むっていうことで、まあリスクがあったとしてもこう前進する、突っ込むっていうことですね。ですから、まあ今はちょっとこうね、リスクを取ることにちょっとこうね、抵抗がある。なぜならばまだ経済面でのこの安定がないからっていうことで、よりね、弱気になっていらっしゃるのかもしれないですが、そのまあバックボーンを得た時とかですね、生活基盤を得た後だったらば、こうリスクを取れるということで、あなた様との関係に勝負を仕掛けるような、まあ行動を起こそうと決意していらっしゃるということですね。まあこの勝負を仕掛けるというのはいろんなシチュエーションが考えられますけれども、例えばね、まああなた様に告白をするとかプロポーズをするというのもこれ一つの勝負だと思うんですね。まあそういったことであったり、まあいろんなね、しがらみがある中でお二人、
なんていうかな、いろんなしがらみとか、なんかこう、周りからの目とか世間体とかね、制限制約がある中で、例えば交際を決めるとか、それも勝負を仕掛けることだと思うし、あなた様と例えばお付き合いをするために、例えばもう腐れ縁の人をちゃんとこう断ち切るとかですね、環境を整理するとか、これも勝負事だと思うんですね。だから、勝負事っていうことを言っても、人それぞれは状況は違うと思いますから、まあこれちょっとご自身の状況にね、当てはめていただいて、まあリスクを取りながら何かこう行動を起こすということ。それをする決意を密かにしていらっしゃるようです。でもそれは経済的な安定を手にしてからっていうことがありますから、ウォッチングクラウズっていうのが出たんだと思うんですね。これは、まあ、雲を眺めるっていうことで、まあ、ハンモックに揺られながらね、雲を眺めているっていうことで、まあ、ハンモックが描かれているわけなんですが、まあ、ライバック、レスト&リラックスということで、まあ、横になって、休んでリラックスということで、今はね、ちょっとこう、まあ、なんだろうかな、行動を起こすというか、勝負を仕掛けるタイミングをちょっと待っていらっしゃるわけですね。焦ってまだかまだかまだかみたいな形で待っていても、ちょっとこうね、自分の身が持たないから、ちょっとこうリラックスしながら、あなた様とのね、関係に対する重要な行動を起こすのに最適なタイミングを今待っていらっしゃると。まあちょっとのんきにしてんじゃねえよっていうところはあるかもしれないけれども、まあ焦ってもね、やっぱ好機っていうのは訪れないですから、まあちょっとこう、まあいい意味でね、ちょっとこう気を緩めながら待っていらっしゃるということですね。まあそういった決意を密かにしようとしていらっしゃるようです。で、あなた様に対する本音本心はというところで見ていくと、まあ最初にも見ましたが、ベアリングフルートっていうカードが出ています。努力の結実ということですね。ですから、まああなた様との関係は最終的にやっぱ実らせていきたいわけですね。恋を実らせていくのか、まあ、二人の関係を実らせていくのか、まあ、これいろんな状況だと思いますけれども、まだお付き合いをしていないんだったらば、今ね、今までね、こう、お付き合いをするために、例えばデートを重ねてきていらっしゃった方もいると思いますが、そのね、努力っていうのを無駄にせず、ちゃんとお付き合いに発展していくとかね、もう交際に進んでいらっしゃる方もいると思いますが、ね、その交際の中でいろいろこう、育んできたこと、努力してきたことを最終形に持っていくとかですね、そういったことをやっぱしていきたい、叶えていきたいっていう風なお気持ちを持ってはいらっしゃいますから、まあやっぱりお相手の方としてはね、なんか中途半端な形で終わらせるとかね、そういったことはまあ考えていないんじゃないかなということであったり、まああとはここですね、見ていきますと、これもですね、ワンドの Q っていうカードになるんですが、このカードにも最善を尽くすと、いうことであったり、成功という名のゴールを目指す。まあ今回で言うとこの成功というゴールは、まあこの努力が結実、まあ実を結ぶっていうことですね。やっぱりだからそのゴールはたどり着きたいわけです。お相手の方もね。ゴール手前でもういっかって言って、なんかそれをね、こう、せっかく進んできた道をなんかこう、脱線するとか横道にそれるとかね、なんか引き返すとかじゃなくて、ここまで進んできたんだから、もうやっぱりゴールを進めていきたい。ゴールに向かっていきたい。それは情的な部分じゃなくて、本心としてね。ゴールにたどり着くために、ここまで頑張ってきたんだから、ゴールにたどり着きたいってことですね。ここまで頑張ってきたから、もう、しゃあないし、とかじゃなくてね。心からこう、ゴールにたどり着きたいっていうお気持ちを持っていらっしゃるということですね。ただ、ま、ここですけれども、カップの10っていうカードですね。まあ、これは逆位置で出ておりました。まあ、このカードっていうのが逆位置になりますとですね、まあ、やむを得ない状況とかですね、関係性が破綻するっていうことで、閉塞的な状況ということで、人間関係にはですね、まあ、この気づきやすいタイミングと、ちょっとこうね、タイミングが悪くて、なかなかこう頑張っても実りにくい。いい関係を築きにくい時っていうのがあるわけですね。これは人間にはコンディションがあったりね、人生の流れっていうものがあったりだとか、ね、その時々の周りからのこの影響とかがあったりね、しますから、ね、まあこれがなんかこうプログラミングされたね、みんながこう平等な、全く同じの人生だったらば、そういったタイミングっていうのは訪れないのかもしれないけれども、やっぱそれぞれ違う人生を生きている二人だからこそ、関係を進めやすい時と進めにくい時があるわけですね。ですから、お相手の方としては、その二人の関係を無理に進めようとして、例えば関係性が破綻しやすくなるようなね、状況であったり、ね、二人の間でトラブルが起きやすそうな時には、やっぱりこうね、
ガン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 こう進めていくんじゃなくて、その時はちょっとこうね、パワーをセーブしながら、まあ穏やかに過ごしていって、また良いタイミングになった時に動き出していきたい。うん、そういった形で、せっかくゴールのね、まで近づいてきているんだから、最後に無茶をして、例えばゴール直前でつまずいて骨折して、そのままゴールにたどり着けず緊急搬送になりましたみたいなことにはならないように、ね、まあこう気を緩めずにですね、まあ、ここではちょっとこうリラックスしていらっしゃるというのがありましたけれども、まあこうね、視野がぐっとこう狭くならないようにしてですね、最終的にゴールにたどり着くっていうことをしていきたい、まあ、そんなお気持ちを持っていらっしゃるようです。はい、ではですね、まあ、今後お二人の関係は実際にねどうなっていきそうかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、見ていきたいと思うんですが、今後お二人の関係はどうなっていきそうか。なんかね、肩の力を抜きなさいみたいなカードが2枚出ていますから、なんかこう、今ね、まあなんて言うんでしょうかね、まあ張り切りすぎると逆に空回りしてしまうから、むしろちょっと脱力しているぐらいがちょうどいいというですね、まあカードが出ています。なのでちょっとお伝えしていくと、まずここのカードで、Relax, everything is okay ということで、まあリラックス、まあ全てはうまくいくというカードで、Don't worry, it's all going to be fine ということで、心配するなと、全てはうまくいくからというですね、まあそういったね、まあメッセージのカードが出ていると、今ね、まあお相手の方もちょっとこうね、まあ絶好のタイミングが来るまでちょっとこういい意味でリラックスしていらっしゃる通り、あなた様もそれに合わせてリラックスした方がいい。お相手の方がちょっとこうね、肩の力を抜いてリラックスしている時に、あなた様は肩がガンガンに上がってですね、はっはっはみたいな感じでね、ちょっとこう張り切りすぎていると、やっぱそこでこうね、せっかく波長が合うっていうね、インスピレーションを受け取っていらっしゃるお相手の方が、あれ？やっぱりこの人とは合わないのかなっていう風なね、その違和感を感じられてしまうことがありますから、ですからね、まあちょっとこう焦る気持ちもね、まあいろいろな要因であるとは思うんですけれども、まあちょっとこう張り切りすぎたりだとか、ちょっとこうね、テンションが上がりすぎたりだとか、ちょっとこう焦りとかにね、まあ負けないように、まあどちらかというとちょっとこうね、今はいつも以上にこうちょっと脱力しているぐらいがちょうどいいと。リラックスしている状態の方が全てがうまくいくっていうことになりますから、まあ、あなた様がね、そこをこう、ちゃんと自分をね、コントロールして、リラックスした状態で、これからもね、お相手の方と向き合うことができれば、良い方向には進んでいくと思います。逆に言うと、まあ、力が入りすぎてね、周りが見えなくなってしまったり、今はそれじゃないでしょっていうような行動をしてしまうと、進んでいくはずのものが、ね、努力が結実するはずのものが、これね、実らなくなってしまうっていうのがありますから、ちょっと自分のコントロールっていうのが大事なようです。ここにもですね、何かこう休むようなことをですね、まあ休んだり、ちょっとこう力を抜くようなね、カードが出ておりまして、休息と若返りっていうカードです。レスト&リジュベネーションっていうことなんですけれども、まあ若返りっていうのはどちらかというとこうリフレッシュみたいなことですね。ですから今あなた様にはこう休息とリフレッシュが重要だと。まあ恋愛に対してね、こうガッとなりたい時はあるんだけれども、ちょっとこうね、今の時期というのは、恋愛についてちょっとこうね、まあちょっとこうペースを緩めるというか、まあなんならばちょっとこうね、恋愛に関してはちょっとお休みするぐらい、まあお休みして自分の回復に努めたり、何かこう自分自身のリフレッシュできる時間を過ごしたりだとかね、そういった形でちょっとこうね、まあ脱力するっていうことをしていけば、二人の関係は良い方向に進んでいくんだと思うんですが、この休憩をね、一切取らずに、まあ言えばこう、オーバーワークみたいな感じになってしまうと、ちょっとこう流れが悪くなってしまうかと思いますから、いかにね、この恋愛だけにグッと入り込みすぎないようにできるかどうか。これがね、良い方向に進むためには重要なようです。
だから全然ね、良い方向に進んでいけるんだと思うんだけれども、うん、焦ったりね、この前のめりになりすぎると、それが崩れてしまうということですね。うん、ですからここが出ているんだと思うんですが、ストレングスっていうのは、これ力っていうカードで、まあ地球をね、持ち上げていますから、なんかこう筋肉的なこう力なのかなって思うかもしれないんですけれども、これはどちらかというとですね、この I have a deep inner strength and a glorious vitality ということで、インナーストレングスっていうのは、まあ、いわば内なる強さっていうことですから、これはまあその心の強さっていうのを表すカードなんですね。ですからこの心の強さを今強化した方がいいということですね。うん。ですから、まあ、こうマッスル的なところじゃなくてね、心の強さっていうのをこう強化していくわけですね。まあ、それがこう試されている状況でもあると。忍耐力、集中力、精神力とかですね。うん、まあ、あとは何々力っていうのはね、心に関することであるとは思うんですけれども、まあ、そういったものをこう強化したり、そこの強さが問われている状況で、うん、まあ、例えばね、リラックスしなくちゃいけない時っていうのは、こう、しっかりとね、動いてはいけない時にちゃんとこう動くのを我慢するという忍耐力とかね、精神力とか集中力っていうものが今試されていますから、そこでちゃんとね、リラックスすることができれば良い方向に進んでいけると思いますので、うん、参考にね、していただけますと幸いです。はい。まあこの実る瞬間をね、一緒にお相手の方と迎えられるんだと思います。最後選択肢のカードです。 A を選びいただいた方のカードはこちらでした。犬飼い座というね、カード、あ、牛飼い座ですね。牛飼い座というカードになります。で、このカードのメッセージというのが、自分を助けられるのは自分しかいないと、うん、で、あなた様には自分を助ける能力がちゃんと備わっているっていうことで、今はね、誰かをこう頼るというよりか、自分自身で問題ですね、今何かこう目の前に直面している問題に取り組んでいくべきだということですね。で、もしね、何かこう解決策に迷うのであれば、最初に考えていたことに立ち戻りましょうということで、まあだから何かこう迷った時には原点回帰した方がいいよと。そこにですね、まあ問題を解く鍵があったり、ヒントがあったり、答えが見出せるっていうことになりますから、まあ自己解決力っていうのが今試されているっていう状況で、まああなた様にはその自己解決力っていうのがちゃんと備わっているから、その自分の力を信じて進んでいきなさいっていうことを表すカードになりますので、まあこれもね、参考にしていただければなと思います。はい、ということでリーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくんですが、今回もいただいたご質問についてお答えしていくと、今回いただいたご質問は、声のボリュームが上がる時の男性の心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。うん、まあこれはですね、なんかこう他の人と話している時よりも、なんかこうそのね、気になっている男性の方が、まあ、1オクターブなのかちょっとわかんないですけれども、まあ声のボリュームがね、ちょっとこう上がっていると。うん、これはなんかこう好意のサインなんでしょうかっていうことなんですけれども、うん。まあ、どれぐらいね、上がっているのかっていうことですね。普段がすごくね、渋い声から、まあ、例えばジャパネット高田社長ぐらいね、上がっているんだったら、それはちょっと変ですけれども、まあ、でもまあ、ボリュームが上がっているってことは、それだけね、こう、嬉しいという気持ちの表れだと思います。うん、どちらかというとね、ドキドキしていたり、なんかこう、くどこうとしている時っていうのは、まあ、声のボリュームが上がるというかは、まあ、どちらかというと、こう、トーンが下がるというか、結構こう、いい声みたいな感じにね、なる人が多いのかなと思うので、まだその状況でなかったとしても、まあ、ボリュームが上がっていくということで、あ、会えた、やった、みたいなね、それでこう、純粋な喜びとか、うん、なんかテンションが上がっている感じとかですね、うん、に近いのかなと思うので、うん、ただね、まあ、こう、関係が深まっていけば、だんだんね、こう、渋い、なんかこうね、ハードボイルドな恋になっていくかもしれませんから、まあ、その時には好意をもう抱いてくれているのかなっていうサインだと思いますので、うん、参考にね、していただけますと幸いです。はい。ということで、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
はい、それではですね、次にこちらの小馬座というカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が密かに決意しようとしていることはというテーマで、お相手の方があなた様やあなた様との関係のために密かにね、決意しようとしていることは何なのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方はあなた様との相性ですね、お二人の相性をどう感じているのかということと、お相手の方が密かにあなた様のために決意しようとしていることは何か、そして、お相手の方のですね、あなた様に対する本音本心というのを見ていきながら、今後お二人の関係はどうなっていきそうかということですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお二人の相性をどう感じていらっしゃるか、お相手の方ですね、密かに決意してしようとしていることは何なのか、そしてお相手の方ですねの、あなた様に対する本音や本心ということですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていくんですが、上のカードですね、こちらがお相手の方があなた様とのね、お二人の相性をどう感じているか、お相手の方が密かに決意しようとしていることは何なのか、あなた様に対する本音本心を表すカードです。では見ていきましょう。ですね、まずですね、デビルとかムーンとかですね、お相手の方としてはですね、まあ最初から結論をお伝えするとね、あなた様との関係が最悪の事態になる前に、二人の関係を一度リセットしようかな、リセットすることをちょっと決意しようとしていらっしゃる。これはあなた様ともう離れたくて離れたくて仕方がないっていうわけではなく、本当に最悪の事態ですね。っていうものを回避するために。そして一度リセットすることが、まあ未来においてね、現状は無理だとしても未来においてまた何かこうね、新たなスタートや、まあ再生の可能性を、なんだろうかな、再生 の可能性につなげるために一度リセットをした方がいいんじゃないかっていうことを、なんか決意しようとしていらっしゃるんですね。なので、ちょっとですね、このあたり見ていくんですが、
まずは上のカードですね。お相手の方ですね。うん。まあ、あなた様との相性をどう感じていらっしゃるのかっていうことで、まずここを表すカードが出ていて、ワンドのエースっていうのが出たんですね。まあ、このカードっていうのは情熱、熱い気持ちっていうことであったり、やる気、モチベーションの高まりっていうことで、まだ例えば、まあ、あなた様に対するモチベーションとかやる気ですね、うん、っていうものはゼロにはなっていないと、むしろまだ燃えているものがあるということを表すカードであったり、まあ、それを相性という観点で言うならば、ですね、これはまあ願望とか願望や目標への第一歩を歩み出すとか、エネルギーに溢れた状態っていうことですから、うん、まあ そうだな、相性、そうですね、まあ、相性がいいからっていうこともあるし、相性というよりかはなんか一緒にいたいというなんかそう思う部分がやっぱあるのかなと思うんですね。うん、だから例えばあなた様に対して何かこうまだリスペクトがあったりだとか、うん、なんかすごくこう興味深いところがあったりだとか、他のとこにはないあなた様だけのその得意性、魅力みたいなのを感じていらっしゃるからこそ、まだ一緒にいたいと思う気持ちがまだ燃えているっていうことなので、うん、なんか相性でつながっているというよりかは、うん、なんかそういう思いでまだつながっているっていうことが強いと思います。うん、ただ二人の関係の周りに、周りというか、何でしょうかね。例えば世界に二人だけだったらば、悩まなくていい問題に今悩まされているんだと思うんですね。というのは、それだけモチベーションがあるのに、ここのカードが逆位置になっていまして、これデビル、悪魔っていうカードの逆位置なんですね。まあ、この、悪魔っていうカードがこれ正位置だったらば、まあ負の感情を抱いているっていうことで、例えばあなた様に対しての、まあ嫌悪感とかですね、うん、なんか拒絶する気持ちとか、うん、なんかこう生理的に受け付けないとか、警戒心とか激しい怒りとかね、うん、なんか憎しみの気持ちとか、なんかそういうことを感じていて、もう相性なんてもう最悪だみたいなね、なんかそういうふうに感じているっていうカードになるんですが、逆位置なので、なんかそういう別に負の感情を抱いているわけではないんだけれども、このカードが逆位置になりますと、何かに背を向ける態度っていうカードで、直視することを今避けていらっしゃるんですね。うん。別に相性が悪いからではなくて、本当はあなた様ともっと向き合いたいんだけれども、今向き合ってしまっては、例えば何か別のリスクが増えてしまったり、二人の状況、それぞれの状況が危機的な状況になってしまうだろうから、そうならないために、ね、本当はね、背中なんて向けたくないわけです。でも、背中を向けないと、ちょっとこう危機的な状況にもなりかねないから、ね、まあ本心に背いて、ちょっと今あなた様に背を向けている。だから、意図的に接しないようにしていたり、意図的に交流を持たないようにしていらっしゃる。それは二人の安全のためにっていうところがあるので、相性は決して悪いと思ってはいらっしゃらないんだけれども、今向き合うことはできないっていうふうには思っていらっしゃる。うん。それは後ほどのカードでも出てくるんですけども、最悪の事態を回避するためっていうことですね。うん。で、ここのカードなんですが、ストレングスっていうカードで、まあ力っていうカードなんですが、まあこれは心の力を表すカードになります。うん。まあ二人のね、心の力があれば、今のね、ちょっとこう苦しい状況を乗り越えられるっていうふうには思っていらっしゃるので、だからそういった意味では、まあ相性、まあ相性というか、まあ信頼ですかね。うん、っていうものは、まああなた様に対してしていらっしゃると。うん。いうことで、うん。まあ総合的に見たら、まあ相性はいいというふうにはね、まあ思ってはいらっしゃると思うんですが、その相性のいいと思っているあなた様でさえも、今はちょっとこう向き合えない。うん、向き合うとちょっとこう危機的な状況になってしまうから、ちょっと目を背けなければっていうふうに思っていらっしゃるということなので、何かこう、お二人の関係性であったり、まあ何でしょうかね、そのそれぞれの抱えているものであったり、しがらみであったり、何でしょうかね、何かこういろんなルールとか、何かがあるんだと思うんですが、まあちょっとそういったものがね、恋を妨げているのかなと思うんですけれども、その中でね、お相手の方が今ですね、こう、密かに決意しようとしていらっしゃることが何なのかっていうことで、まあ、一つ一つのカードを見ていきますが、最後まで聞いていただけると、幸いですけれども、ちょっとこのカードから見ていきます。死神っていうカードが出ました。
死神というカードは何か終わりを告げに来る存在ですから、意味としてはね、意味としては何かを終わらせるとか断ち切るっていうことを表すカードになります。ですからこれがね出たっていうことは、お相手の方はあなた様との関係において、まあ終わらせるっていうことだったり断ち切るという、いわばリセットするというようなことを決意しようとしていらっしゃるわけですが、その意図っていうのがですね、まああって、これはもうあなた様と離れたくて仕方がないからではなくて、今こうリセットをしておくことが最悪の事態を回避するためであったり、未来において再びね再生したり始まって行くことにつながるからという意味合いを込めて、今リセットした方がいいんじゃないかっていうふうに感じていらっしゃる。というのは次のカードがそれを伝えてくれていまして、こちらのカードなんですが、ムーン、月っていうカードの逆位置になります。月というカードは正位置の時から悩み、不安、心配、恐れっていうことを表すカードで、何か悩んでることとか不安に思ってることが起こりそうだなっていう、すごく予感がしてしまう。まあ予感とか予知ですかね。なんかその不安がすごく近づいてきているような様子を表すカードになるんですが、逆位置になるとついにそれが到来してしまったということで、不安の現実化っていう意味のカードになるんですね。ですからお相手の方としては、あなた様との関係を続けていくことによって、今ね2人が一番恐れているような展開になってしまうんじゃないか、それが現実化してしまうんじゃないかって思っていらっしゃっていて、それを回避するために一度関係をリセットした方がいいんじゃないか、その方が最悪の事態を回避できて、未来においてまた再生とか再び新しく始めるっていうことができるだろうからっていうことで、一度関係をリセットすることをちょっとこう検討というか決意しようとしていらっしゃる。だから今は無理でも未来においてまたつながりたいから、この決意をしようとしているっていうことですね。これがね、先ほどのデビルのカードがじゃあ正位置で、このねモチベーションというカードのワンドのエースが逆位置だったらば、もうあなた様とも離れたくて震えるみたいな状況ですね。だから逆西のかなみたいな感じですけれども、まあそういったお気持ちで終わらせるっていうふうなことになっていると思うんですが、そうではなくて、未来においてね、今現在ではちょっと理想の状況は作れないかもしれないけど、未来において理想の状態を作り出すために一度リセットをした方がいいんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃるということですね。で、Choosing Your Path っていうカードはですね、自分の道を選ぶっていうカードなんですけれども、まあ自分でこう道を選ぶっていうことなんですが、このカードのメッセージが All is possible ということで、自分の選んだ道であれば、ね、全てのことが可能になると。逆に何か他のものによって選ばされた道だとですね、こう可能なんだかな、実現したいことが可能じゃなくなってしまう。例えばね、この最悪の事態がこう現実化してしまったことによって選ばされる道と、今のね、こう自分がこう選択できるような状況の中で選んだ道だったらば、どっちが叶えたいことが実現できるかっていうのを天秤にかけた時に、やっぱ不安な出来事が起こって、こう選ばされる道ではなくて、今の状況下において自分で選ぶ道の方が、あなた様とね、こう叶えたいことが可能になっていくという意味合いを込めて、ここですね、一度リセットをした方がいいんじゃないかと。例えば、まあ、お付き合いをしているのであれば、一旦、こう、例えば、まあ、恋人としての関係は解消して、例えば、そのまま、まあ、ビジネス仲間なのか、同僚なのか、お友達なのか、趣味仲間なのか、ちょっとわかんないですけれども、その関係でいて、危機的な状況が過ぎ去ってからまた戻ればいいじゃないかと、いうことですね。だから、まだ恋をね、に至っていない、まあ、交際に発展していない場合であったとしても、今は交際を目指していくというか、今の関係に留めて危機的な状況が過ぎてから交際をまた目指した方が可能になるんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃるということなんですね。ただ、それが自分の中では計画しているけれども、本当にそれ通りに行くかもわからないから、本音本心のところで正直迷っていらっしゃるというところが出ていて、その決意をするかどうかをね。
ソードの2っていうカードが正位置で、このカードにはですね、これ2本の剣を持っている人がいるわけですけれども、この2本の剣っていうのが2つの選択肢っていうのを表しています。2つの選択肢の中でどれか1つを選ばなくちゃいけないんだけれども、なかなか難しい2択だから、まだこう選ぶことができていないと、選ぶことに時間がかかっているっていうことで、迷いっていうことであったり、まあ優柔不断っていうことを表すカードになります。ですからお相手の方が2つの選択肢の中で迷っているということは、今考えている決意をね、実際に実行するかしないかっていうことですね。そこをすごく迷っていらっしゃると。まあ本当だったらば、あなた様にも相談するべきなのかもしれないけれども、相談したときに、いや、それは、それだけはやめてとかね、それはもう、嫌だとかね、せっかくこう自分で考えたことを、例えばまあこうすぐに否定されてしまうと、やっぱそれでね、こう自分の意図が分かってもらえなかったっていうこの悲しさとかね、それによってなんかこう揉めることが嫌だから、まあ今一人で多分ね考えてはいらっしゃるんだと思うんですが、まあ正直、まあお相手の方もね、そのプランはあるけれども、本当にそれ通りになるか分からないか、結婚するかどうかはすごい悩んでいらっしゃるということですね。で、Into Me I See っていうのがね、出ていますけれども、まあこれは自分を見つめるっていうことで、まあ言えば内観するっていうカードですね。まあだからこれもやっぱり自分と今相談してどうするべきか。本当にね、今考えていることがベストなのかどうかっていうことですね。まあそこをすごくこう、悩みに悩み抜いていらっしゃるというような状況ですね。自分と向き合いながら、この決断でいいのか、決意をすることでいいのか、それともまだ何かもっといい策はあるのか。とかですね、正直そこをすごい悩んでいる。で、これだけ悩むってことは、やっぱりあなた様との関係を大事にしたいと思っているわけですね。どうでもいい関係だったらここまで悩まないと思うので、だからそれぐらいあなた様への気持ちってのは確かにあるんだと思うんですが、だからこそね、良い未来につながるためには時にこう苦しい決断も取らなくちゃいけないのかなっていうふうに悩んでいらっしゃるっていうことですね。ソードのキングっていうカードになりますけれども、ソードっていうのはこれ知性をね、先ほども出ていましたけれども、知性を表す象徴になっていて、まあ柔軟な知性ということであったり、アイディアっていうことを表すカードで、非常にこう今頭をこう働かせていらっしゃるということですね。自分の持てる知力をこうね、駆使して、ベストのね、選択とは何かっていうことを今非常に考えていらっしゃるということで、その全ての知力を使うぐらいあなた様のことはまあ大事に思っていらっしゃるということで、まあ、本音本心としてもなんかこう、そうですね、なんか生半可なね気持ちで向き合っているわけではないというのが、まあ、読み取れる結果でした。ではですね、まあ、今後お二人の関係というのがどうなっていきそうなのかっていうところをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきましょう。お二人の関係はどうなっていきそうか。はい、では見ていくと、そうですね、最終的にどうなっていくのかっていうところからちょっとお伝えしていくならば、こちらですね、フィニッシュはというスターティッドということで、やりかけたことをやり通すっていうことですね。ファというスターティッドっていうのはもうすでに始まったことですね。すでに始まったことをフィニッシュ、最後までやり通すっていうことですから、いわゆるもうすでにね、お二人の関係というのは何かしらでも始まっていると思います。まあ例えば出会った時点でっていうこともそうだし、まあすでにね、ちょっとこう関係を持ったっていう方もいれば、もう交際がスタートしているっていう方ね、これいろんなシチュエーションがあるとは思うんですが、もうその始まったことは最終的にフィニッシュですね、ゴールまでこうたどり着くということですね。
うん、ただそのゴールにたどり着くまでの間に例えば空白の期間があったり、ちょっとこうねずっと一緒にこうくっついている状況の中でね、スタートからゴールまで行ければそれは理想だけれども、時にはこうね、まあ最初はくっついてたけども途中でこう離れることになってまた合流して最後にくっついてこうゴールするみたいなね、そういうこともありえますから、まあそこのねこのくっつくくっつかないとかその期間とかそれぞれね人によって違ってくると思うんですが、最終的にはこう二人がくっついてゴールラインをゴールテープをまあこう切るというかね、うん、そういう風な未来にはなっていくっていうことですから、うん、まあお二人は最終的にはこうなんだろうかな、うん、まあハッピーエンドっていうところを迎えるんじゃないかなと思うんですがね、ただ一人だけでゴールをしたいだとかね、うん、結局どなんかこう合流できませんでしたみたいになってしまわないように、この2つのカードがですね、まあメッセージを伝えてくれていて、このカードですね見ていくと大天使ラファエルっていうカードが出ております。このカードのメッセージとしては愛、思いやり、優しさっていうことで、まあその愛とか思いやりとか優しさっていう優しい波動というか優しい感情を身にまとった大天使っていうのが描かれているわけなんですが、ですからどんな状況においてもその相手に対する愛とか思いやりとか優しさっていうことを忘れなければですね、まあ忘れないようにするだけじゃなくて、それをなんかこう見える形で表現していくっていうことができれば、最後は一緒に二人が揃ってゴールをこう迎えられるっていうことですね。うん。でもどこかでこの相手へのその愛とか思いやりとか配慮っていうことですね、気遣いっていうのをこうまあ書いてしまったりね、相手がしていないからこっちもしないとかなんか仕返しするみたいな形になってしまうと、うん、またこの合流して最後ゴールにね、たどり着くっていうことができなくなってしまいますから、まあいかにねこの愛とか思いやりとか優しさという感情を持ち続けながらお相手の方といかなる時もくっついている時だけじゃなくて離れている時もその気持ちで向き合ったりそれぞれの人生を進んでいけるかどうかっていうことがすごく大事なのと、エッセンスっていうのも出ています。これ本質っていうことを表すカードで、時にこう例えばぶつかった時とかうまくいっていない時には本質を見失っている可能性が高いと、うん、だから、まあ、最後にねこうフィニッシュを迎えるためには本質を見失わないようにしていくことも大事だっていうのが出ています。本質っていうのは何か、そもそもの二人のね恋が始まる前にこう分かっていたこととかね、二人の関係性とかですね、抱えているものとかですね、状況とかですね、何のためにこう繋がったのかとかですね、どういったことを求めてこう関係が始まったのかとかね、その、まあ、ほどこう原点的なところですかね、本質的なところを見失わないようにして、ですね、相手へのこの愛とか思いやりとか優しさということを持ち続けていけばね、こうくっつける時期とくっつけない時期はあったとしても最終的には2人がくっついてフィニッシュを迎えられるっていうところが出ていますから、うん、だからその始まったから必ずゴールにねたどり着けるっていうわけではなくて、ゴールにたどり着くことはできる2人なんだけれども、そのために必要なことがあるっていうのが出ていましたので、うん、参考にしていただけますと幸いです。はいはい、ということで、見ていきましたが、最後選択肢のカードもお伝えしていきます。B をお選びいただいた方はこちらでした。子馬座っていうカードが出ております。うん、この子馬座っていうカードはですね、まあ子馬、まあそうですね、まあよくこう鹿とかね、バンビとかもですね、この生まれた時はなんかこう足がね、まだガクガクガクってこう震えていてですね、まだちょっとこう独り立ちするのに時間がかかるんだけれども、何度も何度もね、転んでは立ち上がってっていうのをしていくうちにこうね、歩けるようになっていく。まあそんなね、姿のまあ子馬が描かれているわけなんですが、そのことからこのメッセージとしても、自分には何かがね、このまだまだ早いとか、荷が重いとか、ですね、なんかそういうふうに感じてはいないでしょうかと。うん。ね。まあ、いわばこう、自分がね、生まれた直後よりまだ歩くなんて荷が重いぜってね、思ってることがあったとしても、ね、最初はね、全然頼りなくてもいいんです。でも、そこをですね、理由に諦めずにですね、むしろその、なんでしょうかね、例えばちょっと初心者マークとかですね、うん、ちょっとこう、頼りないところを逆にね、誇らしげに掲げてですね、自分の足でこう歩んでいく、ね、どんな状況があったとしても、できなくて当然じゃんっていうね、うん。でもできるように頑張ってるんだから。だからできない人を嘲笑ったり、できない自分を責めるんじゃなくて、できなくて当然でしょ。でも頑張ってるんだから、いつかできるから、
見とけよみたいなね、なんかそういう気持ちでいるということが実際にですね、あなた様が自分の足で何かを叶えるっていうことにつながるっていうことだから、うまくできなかったり完璧じゃないっていうことにとらわれない方がいいと思います。うん、そこはね、最初から誰もが完璧にできるわけじゃないんだから、そこはむしろね、失敗して当然だということで、失敗から何かを学ぶか、どう受け止めるかっていうことを考えていけばね、最終的にあなた様が自分の足でね、たどり着きたいところにたどり着けるよっていうカードになりますので、まあ、これもね、参考にしていただければなと思います。はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについて、お話ししていくと、今回もですね、いただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、声のボリュームが上がる時の男性の心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあこれはね、なんかこう気になる男性の方がいらっしゃっていて、その方とね、まあ会った時に相手の男性の方が、まあ他の人よりもね、こう自分と話す時のボリュームが上がっているということなんですが、これは何かのサインなんでしょうかっていうことなんですが、まあそうですね、まあボリュームであったりですね、まあ声のトーンが上がっているってことは、どちらかというとこう、まあ好意的な印象であったり、嬉しい、会えたことに嬉しさをね、感じていらっしゃるんだと思います。なので、まあそうですね、まあ普段ね、めちゃくちゃこうちょっと渋いね、声の人が急にね、ジャパネット高田社長みたいなね、ぐらいにちょっとこう声のトーンが上がると、ちょっとさすがにね、どうしたってなりますけれども、ただやっぱボリュームが上がっているっていうことは嬉しさの表れだと思うんですね。で、そこから、例えば恋愛感情っていうことであったり、なんかこう、口説こうとしているみたいなね、心理の時には、逆にですね、その、トーンというか、ボリュームっていうのはちょっとこう、抑えめになるというかね、こう、ちょっとこう、いい声になるというかね、渋い声になるっていうのが、あったりするので、まだこのボリュームが上がっている時っていうのは嬉しさっていう状況だと思うんですが、そこからね、例えば関係を深めていって、だんだんね、いい声みたいな感じになってきたらですね、恋愛対象としてもこう見てくれているっていうような、まあ、そういうサインにはなってくるのかなと思いますので、参考にね、していただけますと幸いです。はい。ということで、B ですね。B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらの和紙座というカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が密かに決意しようとしていることはというテーマで、お相手の方があなた様であったり、あなた様とのね、関係について、決意しようとしていることは何なのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方はあなた様との相性をですね、どういうふうに感じていらっしゃるのかということと、お相手の方はですね、あなた様との関係であったり、あなた様のため密かに決意しようとしていることは何か、そしてあなた様に対する本音本心というのを見ていき、今後お二人の関係はどうなっていきそうかというのを見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにお二人の相性ということであったり、密かにね、決意しようとしていらっしゃること、そして、お相手の方の本音本心というのを見ていきたいと思います。
はい、では見ていきましょう。上のカードからですが、こちらがお二人の相性についてお相手の方はどう感じていらっしゃるのか、こちらがお相手の方が密かに決意しようとしていること何か、お相手の方の本音本心を表すカードです。では見ていきましょう。はい、ちょっと見ていきたいと思います。全体のカードを見させてください。なるほど。相性のところにラバーズっていうのが出ていますから、まあ、なんでしょうかね、恋人になった時の相性もいいんだろうなっていうことであって、恋人としての相性もいいと、まあ、すでにお付き合いをしていらっしゃるとするならばね、そこは感じていらっしゃる。だから相性の良さは感じているんだけれども、なんていうかな、その決意しようとしていることに関わってくるんですが、まあ、後ほどこれまだお伝えしていくんですけれども、ペンタクルの3点の逆位置になっていて、これはですね、努力の結果が期待通りにはいかないということで、まだ努力をしたとしても自分たちの結果、まあ期待通りにね、なっていかないということで、先にその恋愛での進展というよりかは、まあ山を登るっていうカードが出ていますから、目の前に立ちはだかっているものをクリアしていこうという決意をしようとしていらっしゃるようなんですね。で、それを一人で立ち向かっていこうと思っていらっしゃるので、もしかしたらそれに立ち向かっている間は、あなた様とのね、関わりを一切、まあ、もしかしたら断つみたいなことを、まあ、極端に言うとね、まあ、それをこう、決意しようとしていらっしゃるのかもしれないですが、それぐらいこう、乗り越えていくっていう覚悟の表れだとは思うんですが、まあ、ちょっとね、このあたり見ていきたいと思います。はい。ではまず上のカードで、お相手の方はお二人の相性をどう思っているかっていうと、まずここのカードが出ていて、ラバーズっていうカードが出ています。まあ、恋人たちっていうカードになりますから、まあ、恋人としての相性がすごくいいっていうことであったり、まだお付き合いをしていなかったとしても、仮に恋人になった後もすごく相性のいい二人なんだろうなっていうことで、すごくこう相性の良さっていうことであったり、息が合っている感じであったり、気が合うなとかであったりだとかね、意気投合しているなとか、なんかそういうことを全然感じてはいらっしゃるということですね。もしこれが逆位置だったらば、まあ、恋人としての相性も良くないしなとかですね、まあ、きっと恋人になった後に、ね、相性が悪くて揉めることが多いだろうなっていうことで、まあ、恋人になるのはちょっとやめとこうみたいなね、なんかそういうお気持ちにもなってはいたので、そうではなく、これ正位置ですから、まあ、相性の良さっていうのはですね、感じてはくれていらっしゃるんじゃないかなということと、このカードに加えまして、トランスフォーメーションというのも出ているんですね。これはまあ進化変容ということで、まあ、さなぎが蝶にね、こう進化するように、二人のこの関係性とかももっとこうね、違ったまた姿にこう進化させていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。それは相性がいいからですね。相性がいいと思っているから、まあ、今の関係性がどこかにもよるんですけれども、まだ例えば表面的なつながりとか社会的なつながりだけしかない状況の方もいれば、もうお友達という関係には慣れている人もいるだろうし、友達以上恋人未満っていう人もいれば、まあ恋人になっている人とかね、恋人になっていたけれども一度別れたとかね、なんかそういういろんな状況の方いらっしゃると思うんですけれども、そこからまた進化させたいっていうことは、まあ今よりもね、もっとこう上に、上っていうか、まあ、発展させていきたい、進展させていきたいっていうお気持ちを持っていらっしゃるということですね。それはやっぱりあなた様と恋人としての相性がすごくいいだろうから。まだなったことないのであれば、恋人になった時の相性もいいだろうなっていうふうに想像していらっしゃるから、先に進展していきたい、発展していきたいっていうお気持ちを持っていらっしゃる。だからすごく相性の良さは感じていらっしゃるとは思いますが、まあ最初にもちょろっと言いましたけれども、ペンタクルの3っていうカードがこれ逆位置でした。このカードっていうのはもともと正位置の時に進化進歩っていうことを表すカードで、
まあ物事がですね、こう先に進んでいくっていうことを表すカードになります。まあいわば自分のまあ計画している通りというか予定通りに物事が進行していくみたいなことを表すんですが、逆位置になるとですね、まあそうではなくなるということで、努力の結果が期待通りにはいかないということで、今はね、まだこう努力をしたとしても、その努力が、まあ例えば実って自分の期待している通りにならないんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃる。相性はいいんだけれども、まあ相性はいいと感じているんだけれども、今はこう努力してね、二人の恋を先に進めようとしたとしても、なかなかそういう通りにはならないんじゃないかと。そういったことは感じていらっしゃる。からこそ決意っていうところにこれ関わってくるんですけれども、だからそのしっかりとね、自分たちが努力した分成果がね、自分たちが努力した分それが期待通りの展開になっていくようにするために、今ここで頑張るべきことを頑張らなきゃっていうふうに思っていらっしゃる。まあそういったお気持ちでいらっしゃるので、相性の良さはちゃんと感じてはいらっしゃるんですが、だからこそね、頑張った分だけそれをこうね、期待通りの成果につなげていきたいという思いもあるわけですが、そうなれるような環境を作ろうというふうに思っていらっしゃる。まあそういう結果が出ている中で、お相手の方がまあどういったことをですね、密かに決意しようとしていらっしゃるのかっていうと、ここのカードになってきます。アセンディング・ザ・マウンテンっていうカードが出ていて、これ山を登るっていうカードになります。で、意味としては keep going forward っていうことで、前に進み続けるっていうことなんですけれども、いわばですね、この目の前に立ちはだかっている山をね、こう、登って越えようとしている人がいるわけで、この山っていうものを越えないと、二人の関係についてね、いくら進展させようと努力をしようとしたとしても、ここを乗り越えていない限りは、やっぱり期待通りの展開にはならないから、まずはこの山をね、乗り越えようと。まあ山っていうのは特にこの試練とかをね、試練とか困難な状況を表す象徴だったりもしますから、今目の前に立ちはだかっている、立ちはだかっているというか、まあ降りかかっている、まあ試練とかね、困難を乗り越えようとこう決意していらっしゃる。それを、しかもね、あなた様と協力してではなく、一人でこう乗り越えようとしていらっしゃる。自分の力で乗り越えようとしていらっしゃる。っていうことなので、なぜ一人で乗り越えようとしているかっていうと、あなた様まで、なんかこう、なんだろうかな、この危険な思いをさせたくないから。っていうことだと思います。だから、この山を登っている間は、あなた様を自分から離れさせるという決意をさせるのか、決意をしようとしていらっしゃるのかもしれません。これはあなた様に、ですね、まあ困難であったりだとか、危険とか、あとは何でしょうかね、この苦労とか、ですかね。そういったものをかけさせないためにですね。一人でこう山を越えていくっていう決意をしようとしているっていうことから、そのね、試練とか困難に立ち向かっている間は、あなた様がね、こう自分のところに来ないようにちょっと離れさせる決意ですね。だからちょっとこの間は今一人にさせて、まあだから一人になる決意とかですね。ちょっとあなた様と距離を置く決意。ということですね。でもこれは先ほども言った通り、絶縁をしたいからとかそういうわけじゃなくて、あなた様に自分のね、こう、自分がこう直面している苦労とかを味わわせたくないからっていうことですね。幸せなものをあなた様と共有したいけれども、苦しいものをあなた様とは共有させたくない。っていうふうに思っていらっしゃるからだと思います。で、一人で乗り越えようとする理由というのが、その乗り越えようとしている間に、このね、ワンドの5っていうカードが出ているんですが、このカードが正位置になった時っていうのは、対人関係の衝突、対立っていうことを表すカードになります。ここにですね、何かこう、これからね、戦いに行こうとしているような人の姿が描かれているんですが、その恐ろしいね、こう、雰囲気にみんながね、こう、危機を察知してこう、逃げているわけですね。まあそれぐらいなんかこう激しい対立が起ころうとしているっていうことを表すカードでもあるんですけれども、だからここにね、この山登りにあなた様も参加させてしまうと、その山登りの最中であなた様とこう衝突してしまうかもしれないと。この衝突っていうのはでも起こしたくないわけですね。なぜならば今後において発展をさせていきたいのに、この衝突によってこの進展の可能性が潰れてしまうかもしれないから。だからその、なんて言うんでしょうかね、まあ起こさなくていい、本来だったら起こさなくていいこの衝突とかを起こさないためにも、やっぱり自分一人で
ね、あなた様もこう付き添ってもらってじゃなくて自分一人で越えようと思っていらっしゃる。だからこれを越えようとしている間はあなた様をちょっとこうね、まあ安全な場所にこう避難させるために距離を置くみたいな、そういった意図での一人になるとか距離を置くという決意をしようとしていらっしゃる、うん、ということですね。うん、でこちらのカードなんですけれども、このカードが出ていて、女教皇女教皇っていうカードが逆位置です。このカードはですね、もともと聖地の時に冷静沈着ということであったり、まあ、落ち着いた心ということでね、まあ、どんな状況によっても冷静に対処することを、まあ冷静に対処する人物とかを表すカードなんですね。それぐらいどんな状況にも動じない落ち着いた心を持っているということなんですが、逆位置になるとその、まあ、落ち着きであったり冷静さを保てないっていうことを表すカードで、さすがにねこの今ね目の前に降りかかっている困難とか試練に立ち向かっている間はあなた様に対して冷静にこう振る舞えないっていうところがあって、その冷静に振る舞えないことによって対立を起こしかねないから、その間はちょっと直面している間はちょっと一人になろうと、なんかそういう決意を今しようとしていらっしゃるわけですね、うん、だから嫌で嫌で一人になろうとするわけじゃなくて、うん、なんか余計な対立をあなた様と起こさないために、そして平和な状況になってからあなた様と向き合うためにちょっと一度、まあ、一時的なこう距離を取りたいと、うん、永遠の距離じゃなくてね一時的な距離っていうのを取りたいっていうふうに思っていらっしゃっていて、それをこう実行しようと、まあ、していらっしゃる、うん、で、あなた様に対する本音っていうのは、正直ね、まだこの、ね、目の前に立ちはだかっている、まあ、これ一つだけじゃなくて、後ろにもでっかい山がありますから、これを乗り越えられるかどうかっていうのが、正直ちょっと不安なようで、ここですね、ソードの9っていうカードが正位置です。うん。で、このカードっていうのは、正位置になった時に、将来への不安っていうことであったり、深刻な悩みとか、まあ、憂鬱ですね。あとは先々のことを考えた時の、まあ、恐れ、恐怖心とかを表すカードになります。ですから、正直ね、まだこの山をね、越えられるかどうか、まあ、一人で立ち向かっていこうとはするんだけれども、正直これが乗り越えられるかどうかが不安、で不安で仕方がないわけですね。でもこれが乗り越えられないことにはあなた様との関係の進展を起こせないから、うん、もう立ち向かっていくしかないと。でも仮に越えられなかったらあなた様との関係もどうなってしまうんだろうかみたいなところに不安を感じていらっしゃる、うん、っていうことですね、うん、悩みを抱えていらっしゃる、うん、本当は怖いよ怖いよということでね、一人でね立ち向かっていくのは怖いっていうこの恐れもあるんだけれども、うん、かといってやっぱあなた様を巻き込ませるわけにはいかないからっていうことで一人で立ち向かっていくんだけど、正直それも不安だっていうのはあの本心としてね抱いていらっしゃるっていうことですが、まあやっぱりね無事にこう乗り越えることができた時にはワンドの3っていうカードが出ていますが、このカードっていうのがですね、正位置の時には実行に移すということで、何か行動を起こすとか決断を下すとか勇気を持って一歩踏み出すということで、それがこのトランスフォーメーションというところに関わることだと思います。あなた様との恋人としての関係を進めるための行動を起こすとか、まあ恋人になるという決断とかね、恋人としての大切な決断を下すとかですね、まああとは勇気のいる、まあ、行動を、まあ、起こすということですね、うん、それも無事に山をこう越えることができたらそれを実行していこうとは思っているっていうことなので、うん、やはりまあこうねちょっとこう大変な試練なのかもしれないですけれども、それを越えた後はあなた様とのね恋の進展というのはやっぱり考えていらっしゃる、うん、本当にそれが起こせるかどうかは不安だけどもねっていうような状況だと思います。でこちらのカードですけれども、ザ・ランド・ビット・ウィンっていうカードで、まあ、中間地点っていうカードなんですが、まあ、もともとね、この繋がっていた道っていうのがちょっとこう途絶えてしまったけれども、また別のルートを開拓して、二人がね、こう、再会できるような場所がこう作り上げられている通り、ね、まあ、一度はちょっとこうね、あなた様との関わりを遮断するかもしれないけれども、ね、それは先ほどもお伝えした通り、ね、本当に嫌だからじゃなくて、この対立をね起こさないために一応遮断はするけれども、またねこの山を越えた後に2人がこうね合流できる場所を作るからっていうふうには思っていらっしゃるので、うん、だから
本当にこの距離を置く行動がもう嫌でっていうわけではなくて、あなた様との対立を起こさないためっていうところがあるので、うん、だからそこをね、その意図をこうちゃんと汲み取ってあげるというか、うん、理解してあげるっていうことをしていけば、またお相手の方が正念場をこう越えた後には合流したいっていう気持ちは持っていらっしゃるので、実際に合流というか再会をね、まあ果たすことはできるのかなとは思います。はい。まあそういった意図を持って、まあちょっとこうね、立ち向かっている間は一人になろうという決意をしようとしていらっしゃるようですが、まあ実際にですね、まあ今後お二人の関係というのはどうなっていきそうなのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていくんですが、今後お二人の関係はどうなっていきそうかというカードです。うん、はい、ちょっとこういったカードが出ていますので、見ていくんですが、うん、そうですね、信じる心によってまあ未来が変わってくるというような結果ではありますので、ちょっとお伝えしていくと、まずここのカードが出ています。Believe っていうカードですね。まあ信じるっていうカードになりますけれども、まあここにはいくつかの花がね描かれているわけですが、この花だけがこうです、花をねこう咲かせてのニョキニョキとねこう伸びているわけですけれども、このね他の周りの花との違いっていうのが何なのかっていうと、信じる心をちゃんと持てているかどうかっていうことなんですね。うん、信じる心を持っているこの花だけが日の光を受けて成長することができているっていうことを表していることから、信じる心を持っているものと持っていないものでは未来がこれ変わってくるよと、あるいは今後の成長が変わってくるっていうことを伝えてくれているカードになります。ですから先ほどもね、信じる心を持つことが大事だっていうふうなことをお伝えしたかと思うんですが、何を信じるかっていうと、お相手の方がこれから取ってこられる行動であったり決断の意図を信じてあげるっていうことですね。うん、一度はちょっとこうあなた様にとってはこう悲しい決意とかね決断になる可能性もあるけれども、それはなんかこう本当にあなた様を悲しませたいわけではなく、後々にねあなた様をこう喜ばせたいっていう意図を持っての行動とか決断だっていうことをちゃんとこう信じてあげられるかどうかっていうことなんですね。うん、そこをいやいやそうじゃないんじゃないのっていうことで信じれないでいると、このね周りのこの花のようにせっかくね育っていくはずのものがその途中でやっぱ終わってしまうと、うん、いうところがあるので、だからいかにね信じる心を持てるかどうかっていうのが、まあなんて言うんでしょうかね、今後のまあ運命をこう変えていくというか、二人の関係の流れをこう変えていくことにつながるよっていうのが出ているので、うん、だからねしっかりと信じていくっていうことは大事になってくると思います。そうすればですね、お相手の方がこう山をねこう越えた後にはまた二人が合流して、また関係がまあ恋人としてねこう近づいていく、あるいはもうすでに恋人なんだったらば、その恋人の関係はまた発展していくっていうことにはつながると思うんですね。うん、で信じる心を持ってこのプラクティスっていうところも出ていますけれども、まあ、これは練習とかですね、鍛錬とか、まあ、修行とかもね表したりもするんですが、まあ、信じる心を持ってねこう例えばお相手の方を待っている間に、何かこうあなた様も、うん、ただぼーっと過ごしているんじゃなくて、何か少しでもね再会した時にいいですね、お相手の方になんかこう新鮮さというかね、新しい部分をこう感じてもらえるように、その間ね時間を無駄にせず何かこう練習に
励まれた方がいいということですね。うん。まあ、それが自分を磨くっていうことでもいいし、なんかこう、資格の勉強を頑張るっていうのもいいし、なんかこう、新しいことに挑戦して、全く違う自分にこう、生まれ変わるっていうのもいいのだ、いいんだけれども、そういった形で過ごしていれば、ああですね、まあ、お相手の方とのね、再会をモチベーションにして、練習も頑張れるし、それが変わったことによってね、また再開できた時によりこう進展のなんかこう速度を早めていくっていうことにはなるんだけれども、逆にね、こう信じるっていう心を持たずして、ここですね、まあお相手の方と向き合ってしまうと、アタッチメントっていうカードが出ていて、これまあ過去からの縛りとか取り憑かれるっていうカードになっていて、うん、まあ、取り憑かれ、まあ、囚われるっていうことですかね。まあ、今回で言うと。なんかこう、牢屋みたいなところにですね、閉じ込められて、鎖でね、手を繋がれてしまって、なんかもう光の入り込まない場所にこう閉じ込められる。まあ、すごく閉塞感をね、感じるような状況になってしまうと。うん、だから希望の光を感じれない状況になってしまうよっていうことなんですね。うん。だからそうならないためにも、やっぱりお相手の方の、ね、ことをこう信頼して、その時に、例えばね、お相手の方がせっかくこう決意したことを嫌だっていう風にね、否定してしまうというのはやっぱそれ信頼していないっていう証拠として、こう、お相手の方に受け取られてしまいますから、いかにね、それをちゃんとこう、あ、わかった。じゃあ、信じてるからねっていうことで、こう、例えば、まあ、受け入れてあげたり、理解してあげるっていうことが、この明暗をこう分けてくることになるよっていうのが出ていましたので、うん、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後ですね、選択肢のカードも見ていくと、C をお選びいただいた方はこちらでした。ワシ座っていうカードが出ているんですが、このカードのメッセージに関してなんですが、このカードというのがですね、まあ、あなた様は今ですね、まあ、この、まあ、まるでワシのようなですね、まあ、鋭いこう観察眼を持っていると。うん。で、そのね、観察眼によって何かこう真実をね、見抜こうとしているっていうことなんですが、うん、この真実っていうのはですね、うん、そうですね、まあ真実を見抜こうとしているわけだけれども、どこかで何かこう真実を見ようとしてはいるんだけれども、なんか見たくない、見ることが怖いっていうことでね、うん、ちょっとこう自分で自分を偽っているんじゃないかっていうことで、まあその偽っていることによってやっぱ物事が止まってしまうっていうのもあるから、うん、もうね、こう自分で自分を偽るのをやめて、ちゃんと真実を見抜いていく、まあ、真実に目を向けていくっていうことですね。それをしていけば、ああですね、今の状況をこう変えることができたりだとか、あとはこう高い視点にね、このワシの背中に乗って高い視点で物事を見ているということで、今よりももっとこうね、客観的な視点とか、ちょっとこう場合によって離れて物事を見た方がね、物事の解決の、なんだろうかな、まあ、答えとかを得られるっていうことでもありますから、ちょっとこう近視眼的にならないように、うん、すごくこう近く狭くだけをね見るんじゃなくて、広くですね、遠くからっていうのをね心がけて物事を見てみるとね、余計な失敗を起こさずに済んだり、いいですね、正解のためのヒントを得られるっていうことを伝えてくれているので、ちょっとそういったね、この視野をこう広く持つっていうことを大事にしていただけたらなと思いますので、参考にしていただければなと思います。はい、ということで、リーディングは以上となりまして、最後こちらについてお話ししていくんですが、今回もいただいたご質問についてお答えしていくと、今回いただいたご質問がですね、声のボリュームが上がる時の心理はということでご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。はい、まあ、これはですね、まあ、何かこう気になる男性の方がいらっしゃっていて、その方がまあそのね、ご質問者の方を見かけた時に、まあ、周りの人とはね、ちょっとこうボリュームが、まあ声のボリューム上がっているということで、まあこれがね、何かのサインなのかっていうことなんですけれども、まあそうですね、まあやっぱりこの声のボリュームが上がっていたり、まあやっぱり声のトーンがね、まあ上がっているっていうことは、まあ嬉しさの表れだとは思うんですね。うん。やっと会えたとかですね、会えてよく、なんかテンション上がってるみたいなね。うん。まあちょっとテンションが上がりすぎて、まあなんでしょうかね、ちょっとジャパネット高田のね、社長みたいな声になってしまっていたら、ちょっとこう上がりすぎですけれども、まあとはいえね、そのボリュームが上がっているってことはやっぱ嬉しさの表現だと思うんですが、ただ実際にこの、例えば口説こうとしているとか、なんか恋愛対象として見ているときっていうのは、どちらかというと声がやっぱり渋めになるんですね。低くこう渋い声を出そうとする。うん。っていうところがありますから、まだそこのレベルというか、嬉しさっていうのが勝っていると思いますけれども、ただね、まあ関係を深めていくうちに、いいですね、だん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 声がこう渋くなってきたらですね、あ、好意を抱いてくれているなっていう、まあサインにはなるのかなと思いますので、うん、参考にね、していただけますと幸いです。
はい、ということで、最後 C をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。